どうも高井です。適切な利益を乗せて儲けることは正しいって話ですが、ただし儲けすぎてもダメ、儲けなさすぎてもダメ、そのバランスを考えたものが松下幸之助が言ったところの魂を得た値段です。より良い消費者生活のためにも必要な価格をつけるのです。投資し続けるために経営状態を維持するために必要な価格をつけて、もし消費者に支持されず商売に成り立たないのであれば、その会社は滅びるしかありません。技術革新もなく、ブランディングによる差別化もできず、プレファレンスを上げる方法が価格の値下げしか思いつかない市場がどんななのか、価格競争が始まって、その連鎖は業界価値をどんどん破壊していきます。値下げは消費者にとって嬉しいというのは消費者の発言としては当然でしょうが、経済に少なからず責任があるビジネスマンやメディアで発言する織物の視点としては間違っているのではないでしょうか。そのカテゴリーの市場価値が下がるということは、そのカテゴリーが保持している雇用や所得が下がっているということ、つまりそのカテゴリーに従事している人々が困窮していることを意味しています。そのネガティブな経済の連鎖はカテゴリーを飛び越えて伝染していきます。それが不況です。ということで、今まさに日本はその不況、つまり価格が安いからこそ私たちのお給料が安いってことなので、こういう本を読んでね、なんで給料安いのかなって考えてみると面白いかもしれません。それでは。